こんにちは。今日は12月3日土曜日です。これから車の半年点検かなに行ってきます。今ね、埼玉に住んでるんですけど、これ買ったのが東京で、いつもね年に2回1年点検と半年点検行かなきゃいけなくて、ちょっとめんどくさいんですが行ってきます。激しいね、なこちゃん。それと今日はついでにスタッドレスに履き替えてきます。新潟に帰るので、では行ってきます。待っちゃった。完全に左目二重だったね。右目もなんないかな。車屋に行く前に久しぶりに、毎週かな、もっと来てたかな。来てた中華屋さんに来ました。ほとんど制覇したよね、多分ね。すごい安くて美味しいの、みんなもぜひ。でもランチは初めてだね。私はレバニラ定食いただきます。旦那は麻婆豆腐定食。うまそう。ごちそうさまでした。お腹空いた？分かってる。ちょっと買わない。ちょっと買わない。大好きなコウさん。慣れないでね。慣れないでね。まあ、タコできるから。え、このコウ泣かないコウなの。気が強いね。気が強いね。ここでーす。ね、こっち行くとグイスダニ、こっち行くと日暮里。わかりづらいね。あっちずっとまっすぐ行くと日暮里駅です。5分かかんないよねぐらいかな。車を点検出してる間に、今から大鳥神社に行ってきます。今年はね、鳥の市行けなかったんで、これ返せなかったので、今から返しに行ってきます。今年はこれでいっぱいいろんな服をかき集めてもらいました。中も無事健康に生まれてよかったです。大鳥神社に到着です。あー、今年も来たかったなー。あー、なんかね、あのじゃがバタいつも食べてるでしょ。塩辛がね、プラスだとね、プラス料金かかるようになったんだって。天気いいですね。さんは熟睡。ありがとうございました。
やこさんが上手に、なんだっけ、離乳食食べれますように、お口から。ほい。頭が良くなりますよ。残念、これしか売ってなかった。さっきのと同じのが欲しかったんですけども、これしか残ってないそうで、でもゲットできたんで良かったです。またいっぱい取るよ。ただいま、みこさん、ただいま。帰ってきてだいぶ経ちますが、寝ませんね。今日は全然お昼寝しないね。ティーさんは寝てますよ。仲良しだね。上寝てきて。寝ちゃいました。あ、起きちゃった。ごめんね。